松中信彦は、熊本県八代市出身の元プロ野球選手。左投げ左打、平成唯一の三冠王である、プロ通算352本塁打で、NPB 史上初の3年連続120、打点達成者。妻は、フリーアナウンサーの林恵子。タレントの松中みなみは親戚にあたる。3つ上の兄と5つ下の弟がいる。 小学4年生時に大王小学校野球クラブに入団し、投手と一塁手を務めた、八代一校を経て、新日鉄機密に入社。1996年には、アトランタオリンピック野球日本代表に選出され、全日本の4番を担う、銀メダル獲得に貢献。敗れ走ったものの、決勝の対キューバ戦では、同点満塁本塁打を放つなど、一躍注目を浴びた。 オリンピック出場後のドラフト会議では、当時存在していた逆指名制度を通じて、福岡大英ホークスから2位で指名。背番号は26。外野手として入団した。1997年3月2日に、福岡ドームで行われたオープン戦では、北正雄から満塁ホームランを放つなど即戦力としてアピール。したが、金属バットと木製バットの違いに苦しみ、 一軍公式戦では20試合の出場で打率209という成績にとどまった。1998年は一軍公式戦34試合に出場し、プロ初本塁打を含む3本塁打を放った。ウエスタンリーグでは19本塁打で本塁打を獲得した。1999年はルイス・ロッペスの対談に伴い、レギュラーとして一塁手。 左翼手のポジションで試合に出場していた。主に7番打者としての出場ながら、4番の国母、勇気に次ぐ23本塁打を放つなど、大英発のリーグ制覇、日本一に貢献した。2000年に、背番号を3に変更し、正式に内野手に転向、一塁手に固定された。開幕は7番で迎えたが、打撃好調で、国母の後を打つ5番に定着。 国母が不在の試合では4番にも起用された。自身初の3割となる。312、33本類が106打点を記録し、リーグ V2 に貢献。シーズン MVP に輝く、読売ジャイアンツとの日本シリーズでは、前年までチームメイトだった、工藤君康から本類打を放つものの、全6戦でこの1安打に終わり、連続2本1を逃した。この年のオフに、 タレント水島慎太郎の仲立ちで交際を始めた、フリーアナウンサーの林恵子と結婚した、2001年は打率、334、36本塁が、122、打点と打撃3部門すべてで自己最高の数値を記録。同年は松中に加え、国母が44本、城島健人が31本、井口忠人が30本放ち、 パリーグ史上初の30本カルテットを達成し、チーム本塁打も203本とチーム記録を更新。2002年は新ストライクゾーンの影響もあり、打撃不振でレギュラー定着後最低の打率26、262終わった。本塁打も3年ぶりに30本を下回り、打点も3年ぶりに100打点を下回る83打点を記録した。 2003年は国母の長期離脱に伴い開幕から4番に起用され大ハード打線を牽引した。打率324、30本塁打、そして打点は123打点で初の打撃タイトルとなる打点王を獲得した。2004年はレギュラーシーズンで三冠王を達成。ベストナイン、ゴールデングラブ賞、MVP に選出された。同年より導入された。 プレイオフ制度により行われたプレイオフでは西武ライオンズと対戦。第1戦ではホームランを打つが、その後第2戦から第4戦まで無安打にそもそもられる。第5戦の第3打席で中前打を放ち、9回にはチームが同点に追いつきなおも2試に3塁のチャンスでランナーが帰れば逆転サヨナラリーグ優勝となる。 第5打席だったが、セカンド頃に倒れて同点止まりで最大のチャンスを逃した。これが響き、延長10回に勝ち越され、チームもリーグ連覇を逃した。全体では19打数に安打1本塁打1打点の、絶不調でプレーオフ敗退の一員となった。10月13日、急性肝炎のため入院。2005年は、膝などに不安を抱えることもあり、フリオズレータと、ポジションが、 入れ替わり主に指名打者として打撃に専念。指名打者性のない交流戦のビジターゲームでは、左翼手として起用された、リーグ最多の76四球を残す、2年連続の本塁打、王、3年連続の打点王を獲得。3年連続120打点以上とそれを4度、達成は、プロ野球史上初だった、46本塁打で、福岡ドームを本拠地にして、 以降のホークス最多本類打記録を更新。しかし、プレーオフでは一安打と不審で、またもチームはリーグ優勝を逃した。2006年1月には、球団と日本プロ野球史上最長の複数年契約となる7年契約を結んだ。この7年間契約は、大怪我や極度の不審に陥って年俸に見合う活躍ができなくなった場合を考慮されており、10項目以上にも及ぶ、 出来高契約が存在し、5年目以降の契約解除権や野球協約に定められた40%を超える最大50%ダウン停事件なども契約には盛り込まれているが、すべての出来高契約をクリアする活躍を続けた場合は7年間で総額45億円となっている。WBC での松中開幕前の3月に開催された第1回ワールドベースボールクラシックの 日本代表に選出された、同大会では打率433を記録し、日本の優勝に貢献。シーズンでは前半戦怪我の影響から、指名打者どころか代打に回ることも多かったが、交流戦以降は、チーム事情として、田上秀則を指名打者で起用することが増えたため、主に左翼士として出場した。6月に、右伝部の農業で試合を欠場。 その後、筋肉組織の感染症の一種であるガスエソと判明し、手術を受け、オールスターを欠場することを余儀なくされた。シーズンでは2年ぶりの首位打者を獲得したものの、本類打と打点は前年と比較して激減した。1999年の規定打席到達後では、初めて20本類打を下回った一方で、あまり勝負されないことも増え、自己最多の102支給で、出類率、 453をマークした。プレーオフでは自身は18打数7安打7打点と、活躍したが、第2ステージで、北海道日本ハムファイターズに敗退した。4年連続5度目のベストナインに、外野手として選出。一塁手で3回、指名打者で1回同賞を受賞しており、異なる3ポジションでの受賞は、マユミヤキ落合博光以来3人目。 11月には再び右電部手術のため、日米野球を辞退するなど、故障を抱えながらのシーズンであった。2007年は、トレード遺跡の田村一志、FA で、チームに復帰した国母とのクリーンナップ、t m 警法が話題となったが、5月以降は3人とも怪我や不審に、あえいだ、自身も打率。266、15本類だ。 68打点と、レギュラー定着後では、自己最悪の成績に終わった。この年は、左翼手ではなく、再び一類手として起用された。2008年は、シーズン序盤は不審に会い具も徐々に調子を上げ、自身3年ぶりとなる20本塁打超え、8月29日には、通算300本塁打を達成したが、終盤は成績を落とした。シーズン最終戦となり、 再開転落がかかった10月7日のタイト北楽天ゴールデンイーグルス戦では延長12回表1し1塁、2塁の場面で打席が回るも閉津だに倒れ王政権において最後の打者となったプロイリアと初となる全試合出場を果たした2009年は指名打者よりレフトを守っている時の方が打率がいいという理由から外野手登録となった 開幕戦では3アンダ5打点の活躍を見せ通算1000打点を達成。さらに4月21日の対日本ハム戦で砂川秀樹から通算100支給、5月6日の対オリックス戦で通算1500アンダを達成と前半戦は記録ラッシュとなった。5月20日の対阪神対ガー,アース戦ではさよなら本塁打。7月10日の対楽天戦ではさよならアンダを打った。 7月25日のオールスターゲーム第2戦ではに、本類打を放ち、MVP を受賞。中盤以降は肘、膝の状態が悪化し、クライマックスシリーズ出場を断念し、治療に専念することとなった。シーズンオフに痛めていた右膝の半月板手術を行った。2010年は膝の回復が遅れ、開幕を二軍で迎える。昇格後も打撃は不調で、さらに、 左手首の故障も重なり12年ぶりに出場試合数が100を割り込み、規定打席にも届かなかった。レギュラー定着後初めてシーズン打率が2割5分を切るなど不本意な成績に終わったが、9月の福岡ドームでの対埼玉西部ライオンズ3連戦では長打が復活。初戦の10号同点3ラン本塁打、第2戦の11号勝ち越しソロ本塁打で逆転優勝を後押しした。 しかしクライマックスシリーズでは1割台に抑え込まれ、チームも敗退した。クライマックスシリーズ終了直後、来季に備え10月22日に左手首の手術を受けている。オフの契約公開では50%ダウンとなる2億円減の提示を受け入れた。2011年は故障の影響、内川誠一とアレックス・カブレラの加入による競争の激化もあり、出場は88試合にとどまる。 開幕からしばらくは代打のみの出場が多かったが、内川聖一の故障離脱の際には3番に定着し、規定打席には届かなかったものの打率。308を記録するなど、出場した試合では結果を残した。4月14日には、史上48人目となる3000塁打を達成。11月4日のクライマックスシリーズ第2戦では8回に代打満塁ホームランを放った。 翌日も勝利し、八年ぶりの日本シリーズ進出を決めた。結果的にその満塁ホームランが、これまでのプレーオフ CS の不振をすべて振り払う一発となった。そして八年ぶりの日本一に輝いた。2012年は開幕戦を4番、左翼手で迎えたが、故障もあり65試合の出場に止まり、前年に続き、規定打席到達はならなかった。打率、221。 4本類がとともに前年を下回る成績に終わった。契約公開では、自身3回目となる1億円以上の大幅減法となる1億3、0円減の7、0円でサインした。2013年4月6日の対日本ハム戦で、シーズン初の一軍公式戦出場を果たしたが、ふくらはぎを痛めて、途中で交代、翌7日に出場選手登録を抹消された。6月3日に、 再び登録されると、6月13日の対東京をヤクルトスワローズ戦8回裏に、代打で敵自打を放った。チームはこの試合に勝利したことで、セパ交流戦優勝を決めたが、松中は試合後の優勝記念セレモニーを欠席、一軍監督、秋山浩二による起用法への不満によるものとされたため、球団では翌14日に松中の登録を再び抹消した。 この抹消以降は一軍復帰を果たせなかったため、一軍公式戦への出場はわずか9試合で、入団1年目以来の本類打例に終わった。このため、シーズン終了後の契約交渉では、前年に続いて球団から減額制限を超える年俸を提示。結局、前年から50%減の推定年俸3500万円で契約を公開した。その一方で、 ケビン・ヤマザキの指導によるトレーニングで体脂肪率を従来から6%減の16%にとどめている。2014年はオープン戦では中盤まで深刻な打撃不振に見舞われたことから秋山の指示で打撃フォームをすり足から一本足に改造。このフォーム改造が功を奏したため大打要員として公式戦の開幕を一軍で迎えた。 5月19日に出場選手登録を抹消されたが、8月10日の対日本ハム戦では、同点で迎えた5回裏に、代打で大谷翔平から適時二塁打を記録。チームの8連勝に貢献するとともに、試合後に自身2年振りのヒーローインタビューを受けた。レギュラーシーズン全体では、一軍公式戦33試合の出場で、打率111、0本塁打。 4打点と低迷。その一方で、阪神とのウエスタンリーグ最終戦で5号本塁打を放って、シーズンを締めくくると、10月上旬には、フェニックスリーグに参加した。なお、1軍のリーグ優勝で迎えた。ポストシーズンには、再び1軍へ合流。日本ハムとのクライマックスシリーズファイナルステージでは、出場の機会がなく、阪神との日本シリーズでも、第一戦へ。 代打に出場しただけに終わったが、シリーズ後の契約交渉では、現状維持という条件で残留を決めた。2015年は、オープン戦まで1軍に帯同していたが、左肩痛の影響で、通算打率が、111にとどまったことから、公式戦を2軍でスタート、ウエスタンリーグの公式戦では、7月上旬に2試合連続本塁打を放つなど、77試合の出場で打率。 299、11本塁打という成績を残した。9月21日に、シーズン初の出場選手登録を果たしたが、打球団への現役続行を視野に、同月29日に対談を発表。発表後は、レギュラーシーズンでの本拠地最終戦に、7番、指名打者として、スタメンで出場したが、4打席連続三振を喫して19年間の、ホークス生活を終えた。 結局、一軍公式戦には、この試合を含めて9試合に出場。打率、067、1安打、1打点という成績で、3年続けて、本塁打を放てなかった。NPB 打球団での現役続行を視野に、対談直後から、実主トレーニングに専念。しかし、2015年11月10日に、草薙球場で開かれた12球団、合同トライアウトには参加しなかった。 同年12月2日付で NPB から自由契約選手として講じ、2016年1月にはソフトバンク時代の後期に続いて元チームメイトの松田信弘、福田修平などと共にグアムで自主トレーニングに取り組んだ。松中は対談当初 NPB の他球団だけを対象に無期限で獲得のオファーを待つ方針を示していた。しかし、 2015年中にオファーが出なかったため、2016年に入ってからこの方針を変更。2016年2月の春季キャンプ期間中に NPB か11球団の編成担当者に対して入団テストの実施を直々に打診することを明らかにした。その後は2016年2月末を期限として新日鉄住金和様ジックでトレーニングを継続。水面下で接触があった。 NPB7 球団のうち、自身と同じ40代の選手が、前年限りで一斉に引退した、中日ドラゴンズ以外の6球団に入団テストの実施を持ちかけたが、不調に終わった。同月19日には、古巣、ソフトバンクとの練習試合に臨む、新日鉄スミキンカズサマジックのナインと共に、ソフトバンクの春季宮崎キャンプで打撃練習に参加。 練習試合には参加しないという条件ながら NPB た球団の関係者がいることを見越しての参加だった。それでも獲得のオファーを出した球団がベースボールチャレンジリーグの武蔵ヒートベアーズだけにとどまったため松中は前日した期限を機に現役からの引退を決断。同年3月1日にはトータルワークアウト福岡店で記者会見を開くとともに引退を正式に表明した。 引退記者会見の際に野球一筋の人生しか送っていない自分には野球に携わる仕事しかできないのでいずれは三冠王を獲得できるほどの選手を育てたい。また地元、熊本県出身のプロ野球選手が以前に比べて少ないので県内の子供たちからプロ野球選手を輩出するための力になりたいという抱負を披露。野球指導者への転身を視野に 野球以外の業種で成功を収めた人物との交流やベイブ・ルースが活躍するなどベースボールの歴史があるというニューヨークへの滞在などを計画している。その一方で2016年のプロ野球シーズンには東京 MX や RKB 毎日放送が制作するソフトバンク主催試合のテレビ中継にゲスト解説者として随時出演している。また、 BSTBS のテレビ中継にもゲスト出演している。2019年9月30日、来シーズンから四国アイランドリーグプラス、香川オリーブガイナーズのゼネラルマネージャー剣騒監督に就任することが発表された。松中はこれに先立って8月に香川とソフトバンク3軍との交流戦に招かれ、その際の野球に取り組む姿勢を見て、香川球団がオファーを出し、松中も 野球に恩返したいとこれを受諾した。10月31日に就任記者会見を行い、その席で2020年シーズンは監督も兼務することを発表していた。背番号については3番になることが2020年2月10日に発表された。なお、背番号発表の際の役職は、総監督で監督としての指揮を伴った、ゼネラルマネージャー兼総監督と報じるメディアもあった。 2020年3月25日に、野手コーチの近藤智勝の監督就任が発表され、松中は総監督選任が確定した。四国新聞の報道では、2月の合同自主トレーニング開始後も松中が、スケジュールの都合で十分に練習に立ち会えなかったことから、監督権限を異常して、チーム編成や若い選手への指導に注力する方針とされている。松中は、 球団の発表したコメントで GM 剣総監督としてもちろん監督の必要性を感じていたので球団内外を問わず香川オリーブガイナーズにとって最良の形を探っておりました今後もこれまでと変わらずリーグ制覇に向けて近藤新監督を現場の責任者として全力でサポートしてまいりますと述べているインパクト時に聞き手を押し込む打撃から放つ 長打力を最大の武器としており、国母勇気がアッパースイングで打球を高く上げるのとは、対照的にバットをボールの下に潜り込ませることで逆回転のスピンを与え、そこからさらに若干芯をずらすことにより、ファウルゾーンに切れることなく、飛距離のある打球を放つ。2001年には、松坂大輔からバットを降りながら、本塁打を放った。また、内角を裁くのがうまかった。 さらに、左打者でありながら、左投手目にしない上、ホームランバッターでありながら三振が少なく、シーズン1 0三振以上したことがない。特に2006年は37個と、自己最小だった。選球眼が良く、2006年には102個を含む2度のリーグ最多支球をマーク、通算の BB、K は1前後を推移した。2リーグ制以降に三冠王を獲得した日本人選手では、 唯一2000本安打を達成していない。走塁では2006年頃までは一塁到達まで4.2秒台と平均以上のものを備えていたが、晩年は膝の状態の悪化もあり、一塁到達までほとんどが5秒台と衰えが顕著となっていた。守備では肩は強く柔らかいグラブさばきとスローイングを持ち味とし、2004年にはゴールデングラブ賞を獲得している。 高校時代に左肩を痛めたことが原因で一時期、右投げに転向していたことがある。ソフトバンク選手時代の2008年には、元気に野球ができる心と体を作ってくれた八大に、恩返しをしたい、スポーツを通じた青少年の健全育成のために、役立ててほしいという意向を背景に、野球関連の道具や記念品を展示した、自身の記念館を八大市内に建設、同市への寄贈を経て、 2009年1月27日から、八代市松中信彦スポーツミュージアムとして営業している。ソフトバンクからの対談後は、チャンスが少ないことを覚悟しつつも、NPB た球団の支配下登録選手としての、現役続行に最後までこだわった。引退会見の直前には、二軍生活が長かった、ソフトバンク時代終盤の2から3年間に、 自分としては一軍へ行くための準備をしなくてはいけないが若い選手の目も潰しちゃいけないという葛藤があった。そのため育成選手として NPB の他球団へ移籍することは最初から考えていなかった。武蔵から NPB 球団のオファーを待つ間の在籍を進められるなど NPB 以外のリーグでプレーを続けるという選択肢もあったが自分としては NPB で最後の勝負をしたかった。これが僕の野球人生と語っている。なお、引退記者会見の前日には、引退を決断したことを王に報告。会見では、ホークスに育ててもらったので、チャンスがあれば、指導者として、ホークスのユニフォームを着たいという意向を示した後に、元チームメイトの本田雄一と福田から直々に花束を贈られた。タレントの松中みなみとは、 親戚の関係にあたるが、南からは、ニーニーと呼ばれているという。南は、信彦について、口下手だけど、すごく面倒みがいいと述べている。なお、南には、自身の引退のことを事前に知らせなかったことが、2018年4月の南のインタビューで明らかにされており、このことについて、南は、私が涙もろい性格であることを知っているからと述べている。ホークスファンによる応援では、 下の名前の、信彦と、コールされていたが、それは、入団時に名字が似ている、松永博美が、同チームに在籍していたためである。初記録説明の記録その他の記録、マイキズ絆、佐藤直樹、両までに嵐、モンスターカトゥーン、パーフェクトカトゥーン、エクスポーズ以下はすべてエグザイルの楽曲、フライアウェイ、イエス、ラバーアッツ・やゲイン、エブリシング、字の久し編、時のかけら、ピュア、 ドリームキャッチャー、ファイアーワークス、ネバールーズ、ノーリミット、ありがとうございます。